フリーレン様、あまり手応えが。やっぱり竜は硬いね。仕方がない、逃げるよ。魔物との戦闘経験はゼロだよ。助けてくれよフリーレン。俺だって最初は立ち向かったんだよ。でも怖くて一歩も動けなかったんだよ。あいつ家を野菜みたいに輪切りにしちまうんだぜ。人間が戦っていいような相手じゃねえよ。いませんね。逃げたか。期待していたんだけど。仕方がない、フェルン。竜と追いかけっこだ。え？おい、なんで撃たねえ。言われた通りにやっただろ。一人で戦えってか。ふざけんなよクソババア。やっぱお前も死ん、もう死んでいるよ。え？クソババアか。後が怖いな。どう、透けて見える？見えますが、あまり面白い魔法ではありませんね。悪かったね、面白い体じゃなくて。ん？何？窒息。窒息ねえよ。あそこ、フリーレン様が早起きしてる。それすごいことなの？当たり前です。こういう時はしっかり褒めないと。何これ、暇だな。ん？フリーレン様。2、3年は反省しろってさ。思ってたより短いね。後で魔導書の差し入れ持ってきて。資材だなんて大げさな。それとなクソガキ、わしにタメ口叩くのはこの町では重罪だ。悪いなおっさん、この高そうな椅子ぶっ壊す。中央諸国は野蛮ですね、閣下。マジかよ。重い。なんでこの人こんなに重いんですか。いい匂い。置いていっていいですか。我慢して、うん、このままじゃ氷漬けになっちゃう。いいぞ、温まってきた。お邪魔します。どうしちまったんだ。確か猛吹雪で。あ、誰このおっさん。騒がしいな。